ャンプロー、チャンプロー、いやそれは待ってました。だいぶ20年前ぐらいなんですけど、一応これですね。めちゃちてがりや、そこはちょっとあのお絵の血を引いてるかもしれないです。最後に僕の決めてる皆さんで、キックボクサーは流れて。お父さんだってこのタイトルの時家族席にいなかったですよね。行ってなかったですね、はい。どうしたんですか。もうちょっとそわそわしてて。店内とかどうなんですか、しつかないというか緊張もまあねあったし、タイトルマッチもねあったし、まあ一人でこそっと見てました。昔からずっと僕の味方ではあったんですけど、お母さんがどっちかというとまあ厳しくて、お父さんはなんか結構味方してくれたイメージですね、はい。だからなんかずっと優しかったイメージはありますけど、お母さんは結構なんか兄弟だから一番怒られてる気がして、確かに言ってることは正しいんですけど、けどなんかちょっと怒りすぎちゃうかなって今でも思います。生まれた時が3474か、あのリクっていう響きだけでつけて、で後から漢字当てはめた感じ。昔アマチュアの時も結構東京での試合とかある時はあのみんなで車で行って、その日試合終わったらまた帰ってきてみたいな感じで、後楽園初めてあれ、あの急遽出た時にあれ初めてやったんですか。そうだからもうだから感動とドキドキとダウン、我が子がダウンしたのを見たのもあのモーム戦が初めてだったんで、もうもういいって思ったぐらいもうびっくりしました、本当。いや、もうお葬式のようなもうチーンっていう感じで、でも今思えばあの時の負けがこの子を成長させてくれたのかなっていうのはすごい思いますね、うん。まあ、ショックやったんですけど、まあ、落ち込んでても周りにみんな迷惑かけるだけやし、そこはなんかもう早く自分が切り替えなあかんなと思って。次男が野球やってるんですけど、人より上に行きたいんやったら人より努力しな上に行けるわけないやろってこの子が言ってる言葉に弟は、うん、何も言い返せずなんでまあ努力に関しては多分すごいいい見本にはなってくれてると思いますね。よかったです。もう時間がない。ここで試合終了。自分が勝ってつなげたかったんですけど、そううまくいかなかったので、必死にやってるのをずっと間近で見てたんで、はい、嬉しかったです。自分のことのように嬉しいです。みーちゃん、どこが尊敬できますか。あ、強いとこ強いとこ、あ、かっこよかったです。そうですね、まあまあ努力は人一倍はやっぱしてますね。人が遊んでる時にまあまあ自分はまあ遊ばんと、そうですね、格闘技に対しては、はい。お父さんの昔の写真とかありますか。一応そうですね、雑誌とかあったら雑誌載ってるんですか。雑誌載ってるんですか。こういうやつあったらチャンプロー、チャンプローってありますね。だいぶ20年前ぐらいなんですけどね、一応これですね、これと
ポケットの角度がえぐい。これ色とか変えたりして、車体はもうずっとこのままなんで、自慢もうかなりシンプルにしましたからね。自慢っていうか、マフラーとかですかね。いや、もうおとなしめで乗るのがいいです。どこに足を？ここ？そうだよ、ね。そうだ。ジャンプロードに乗ってるお父さんなんてもうかっこいいじゃん。派手さはそこから来てるんかもしれないですね、もしかしたら。目立ちたがりというか、そこはちょっと、あの、親の血を引いてるかもしれないです。こんなもんでは僕まだまだないので、もっと上を目指して頑張っていくので、ラスト一言だけ言っていいですか？キックボクサー長谷川です。ありがとうございました。ほんまや、これゆうちゃんや。ほんまや。あ、それ仲間なんですね。あ、そうです。だからみんなこの辺も昔から20年ぐらいの仲間で、で独立みんなして、今でもスポンサーになっていただいて、応援も毎回東京でも来てくれてるんですよ。でかおめでとう。自分のことのようにね、喜んでくれて、はい、まあ誇らしいですね、はい、うん。いや、そうなんですよ。1年前から予約してて、やっと飾ってくれましたね。飾れるぐらいまでになりましたね、やっと。タイトルマッチは何点だったんですか？80。まあ、僕はね、やってきたことがバッツリハマったっていうのは、もう本当やってきた通りにハマったんで、っていうことなかったんですけど、やっぱりスターはあれ5ラウンドで倒してもらう、そこなんですよね、勝島に足りないの。そうですね、ちょっと那須川天心選手だったら絶対倒してたんです。まあ、ちょっとそこはまだクソダコやろ、思いました、ね、自分自身だから、俺もタマの名前出すなって言ったんです。天と地ぐらい離されたんで、逆に言うと1年でそんだけ上がることはできる。ペッティンディ、昨年に続き4人目の参戦となります。まあ、昨年はですね、ライズが3勝という形になったんですけども、アーカーオフ、173cm、22歳、サウスポーですね。で89戦60勝、27敗に分け、対戦相手もまだ22歳ということで、ライズルールにアジャストしてくると思います。まさにペッティンディアカデミーの逆襲と考えております。一昔はやっぱタイ人と日本人って結構差あったと思うんですよ。けど今の時代ってここまでレベル差っていうのをタイと今は感じてないんで、全然、まあ、かかってこいって感じです。あ、行きます。みんなにね、また感動したりとか、ね、感動とさやね、はい。次世代のエースとしてチャンピオンらしくライズという試合をしたいな思います。キックボクサーは長ないぜ。このカードまだ組まれてなかったんですね、このカードってね。まあでもメイン選手とやりたかったんで嬉しいです。安本春人がライズに来た時から、俺安本春人とやりたいっていう、あの初顔合わせで非常に楽しみな組み合わせになりました。まあ、フリー、まあいろいろね、てっぺんジムでまあ辞めてから、防衛戦負けて、まああの海斗戦負けた後から練習環境であったりとか、チームとしてこう居場所というか、なんかこうがはっきりできたんで、でやっぱほんまに仲間って最高にいいなって思ったし、そっから充実はしてるんで、すごい、うん、そっからのレベルアップっていうのもかなりしてるし、それはまだ試合では見せれてないんで、
フェザー級 57.5kg。 試合終了。めちゃくちゃ応援も来てくれたし、うん、やっぱそういう応援団も含めて僕は仲間なんで、はい、この間発揮するってやったけど、それが先延ばしになっただけなんで、まあ、今年は準備してきたものをしっかり出して。本口圭介。本口選手がこう対抗戦とか SB の選手とかに勝ったりとかして、やっぱ実際盛り上がってきてはいるんで、この盛り上がってる波っていうか、やっぱ周りもどんどんレベル上げていかないと。まあシュートボクシングとはちょっと相性悪いなって。成績は豊富なんで。人間だった。強いな。強すぎる。カズ選手の時にうわこれでやっとシュートのあれ抜け出せるわって思ったんですけど、ラスト1分、ラスト1分、ラスト1分やぞ、助けろよ、助けろよ、助けろよ。いやこれはもう勝ったっしょって思ってたっす。まあそれが多分ダメだったんですけど、いやマジやっちゃったなって思いましたね、あの時は。まああれも勝ってたようなもんなんで、あのダウンしか海津選手はなかった。まあ僕の方が強いんじゃないですか。フェザー級 K1 郡司泰斗 VS ライズ門口圭介。門口圭介対郡司フェザー級頂上決戦とか、あの格闘家として、まあ、自分はすごいそういうのは聞いても悔しいし、やっぱりまあちょっと離されちゃったかなっていうのもありますけど、僕しか門口選手に勝てる人いないんじゃないですかね。まあ、こいつらやっぱトップやなっていう思わせないとあかんし、はっきり言って自分舐められてるんで、まあ口でこんだけどんだけ言っても意味はないんで、まあ試合でまあ見せてちょっと周りで黙らせたいな。この勝者はですね、まあ次期タイトルに近づくんじゃないかと